シーザーどうもリサです。リサです。ノリバンでーす。まず今日の3時のおやつはピタバッコズ。フナはアールグレイティーラテ全部ミルクです。リサは桜ストロベリー白玉フラペチーノ。おやつは桜シフォンケーキ。シュガードーナツ。これを買った時のエピソードを一つ喋るとすると、桜シフォンケーキを頼んだ時にフナがお店のお姉さんに、桜シフォンケーキの味ってイチゴ味ですかって言ったら、めっちゃなんか食い気味で、いえ桜味ですって言われて、桜味ってだから何ってなったっていうことがありました。はい、はい、結構喋りできました。はい、すごい。じゃあいただきます。ピザにはダメだ。じゃあ気を取り返して、桜シフォンケーキいただきます。なんか桜乗ってる。ピンク美味しい。うん、それはなんていうな。うん、美味しい。いただきます。はい、うまい。美味しい。これめっちゃ美味しい。の今日のお話は、うん、この動画で、うん、フナの悩みを打ち明けたところ、うん、コメント欄で、フナちゃんそれカエル化現象だよ、カエル化だよ、カエル化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 って、そう言われて、フナも今まではこれカエル化っていうやつだったんやってなって、 YouTuber さんがカエル化の動画を載せてたけど、うん、知ってたけど、うん、自分は違うって思っとったから、うん、見てことなかったけど、見たの不況化共感するの。その人の特徴って、うん、恋愛経験が少ない人って。あー、当たってる。それは私は。あと自分に自信がない人で、フナ自分にめっちゃ自信あんの。自分ナンバーワンと思って生きてるから、うん、でも一人の女性として自分を見つめ直した時、自信があるかって言われたらゼロ。ゼロ。他にもなんかこれがめっちゃ一番納得やったんやけど、うん、自分を好きになった相手に失望。へえ。だからフナ今までも、フナが全然好きじゃなかった男の子からいきなりめっちゃ女の子扱いしてきた男子がおったやんか、うん、なんかえキモみたいな。この学年に幾度となく女子がいる中で、なんでフナを選択した、この人のセンスどないってなって、え無理ってなんねん。でもう一個思ったのが、うん、今カエル化って相手に怒ることやん、相手に対して思う感情やん、うん、多分フナ自分にもカエル化起きるってことも分かった。だから例えば9時に電話しようって言ってたとするやん、うん、そいつと。ほんならこいつな、フナは9時を待ってるわけ、すごい、うん、それも嫌みたいな。なんかそいつのためにいつもやったら9時から風呂入んのに、そいつが9時から電話って言ったから、えじゃあちょっと8時ぐらいからお風呂入って9時に間に合うようにしとこうとか、こう、うん、無意識に女になって、あキモってなんねん、自分がキモってなんねん。例えばやけどさ、まあ、男の子にさ、コンビニ行ってくるからみたいな、なんか色もあるって言って、うん、であコーヒー1個買ってきてって言われたとするやん、うん、ほんで帰ってきて、はいって渡すやん、うん、じゃあフナは男の人がお金出してるとこ見たくないから、お金をそこで渡してほしくないねん。なら5歳から、え何本やった、はぁ200円ぐらい渡しとくわっていう、このぐらいが嫌やの。だから、うん、こういうぐらいいいわ、こんぐらいいいわって言っちゃうねん。かっこいいけどな、言っちゃうねん。それやって言ってくれる女の子。あ、女の子。いや、フナッシーがかっこいいやん。かっこいいって、リサやと思うからさ、フナッシーがそれやったら、え、かっこいいって思う。あ、アホなん。で、ね、その男の子も、え、かっこいいってなって、あ、でもみたいな感じになるんじゃないんですか。え、なる。え、なるよ。リサ、フナッシー、それやったらかっこいいなってなるね。どうしましょう。それかもう、だから200円準備されててポンって落とされるやったらいいで、あーありがとうポンやって、あーでも分かるかも、うん、なんかさレジのところでさ、おどおどされてるのが嫌、小手に出されるのめっちゃ嫌じゃない。めっちゃ嫌やね。だからさ、なんか2580円とかやったらさ、3000円ポンって出すんやったらいいけど、なんか2000円とってやられたら、確かになんか分からんけどなんか嫌ってなる。それ女の子多分結構嫌なんじゃん、それは。お金のとこは嫌やな。うん、なんか分かるな、うん、その探してる、必死に探してるところみたいな。何やろ、どうしたらいいんやろな、どうすんのかモテるんやろ、うん、結局モテるかって話で、うん、やったら、うん、前も言ってたけど、ある程度わがままな女がいいんや。
ままは言う、ふなもわがままやもなんて言ったって、私たち一人っ子ですからなあ、無意識に出てるはず。でもふなっしーのわがままってないもんな。りさちゃんにはないなあ、ほなこれ持たれへんからこの荷物持って。なあ、ほな寒い。そうな、コンビニ行きたない。全部りさりさには言われへん、わがまま言われへん、うん、なんで言ってくれてもいいんやで。だって解決しやんやん。なんやろ、みなちゃんに頼めることって言ったら自分でも分かる。だってちょっとコンビニでジュース買ってきてもできひんやん。そうやで、ふなっしーが車で待ってて、りさがりさジュース買ってくるみたいな、やった時ふなっしーがなんか、あ、コーヒー買ってきてほしいみたいな。で、なんかほんまはあのセブンイレブンとかのこの入れるコーヒーがいい自分でみたいな、うん、でもなんかりさちゃんできひんみたいな。それやったらあの普通の缶コーヒーでよみたいに言われて、なんかりさもできんだよみたいな。で、ちゃんと買って入れて渡したの。それふなっしーすごいやんとか言われて。マジ初めてのお疲れ。どれみはさまじだまじだまじねえだって感じやね。いや、めんどくさいのが、ふながさ水買ってきてってりさちゃんに言ったら、え、おいしい水、それとも天然水のやついらはず、これこれって言わなあかんねん。やろ、そういうこともありますよね。え、じゃあ逆はりさちゃんが水買ってきてほしいって言って、え、水ってどのぐらいの水とか何ミリの水とか聞かれたら、普段はもうめんどくさってなる。逆にいい人やなと思う。なんかめっちゃ聞いてくれるよ。あ、自分のほんまに欲しいやつを買ってきてくれるんだって。買ってこようとしてくれてるんやって思うから。え、分からん分からん。え、どっちなみんな。どっち、何回、何回の話で盛り上がるこちらな。カエルかわってずっとこれもうこっちの方がなんなら盛り上がってる。でもここ最近の一番のビッグニュース聞いてください。占いとか行ったら大体相性いい人ここって言われる。そうね、あの誕生日占いみたいなのもできるやん。ほんでリス自分のやつ調べたの、うん、じゃあ相性のいい人って26個ぐらいしか、うん、あの365日ないのな、うんうん、でその6個のうちに4月28日フラッシュレス入ってんの。びっくりしよう。今日の結論、結論なんや。蛙化現象はでも自分自身を磨くこととも書いてた。だから自分に自信持てばさ、経験も増えるやろうし、うん、胸も張れるよって書いてたから、今年一年頑張るべ。はい、じゃあご飯も食べ終わりましたので、今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。はい、では最後、一本始め。せーの。カエルゲコゲコミピョコピョコ。じゃんけんほい。あいこでしょ。あいこでしょ。まさりさんも出てる。フフフフ。